銀河の歴史がまた1ページ。はい、皆さんこんにちは、ワンダルギルフィッシュです。では今回はバンダイ版銀河英雄伝説同盟軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回はラインハルトがラグナロック作戦を発動してロイエンタールがイゼルロン回廊に侵入してきたということで、これの迎撃戦撃退戦を行いました。今回その続きになります。ステージ11ランテマリオ聖域回戦になります。では早速シナリオの導入部分から見ていきたいというふうに思います。宇宙暦799年、帝国暦490年の年明けとともに、帝国軍によるベザーン占領の方が同盟政府にもたらされた。同盟政府は報道管制を敷いてこの事実を市民に知らせるタイミングを検討したが無益であった。ベザーン方面からの宇宙船乗りたちが危機と声高に触れ回ったからである。かろうじて同盟政府の威信を救ったのは、華麗なる奇弁家、ヨブ・トリューニヒト最後評議会議長の子分と称されていた国防委員長、ウォルター・アイランズの検討であった。トリューニヒトが責任の重さを痛感するとコメントだけを残し、市民の前から姿を消してから後、彼は狼狽する閣議をリードし、次々と政治上の措置を取って、同盟政府の自戒を防いでいた。そして帝国との交戦目的を講和のための条件を整えると定めると、同盟軍宇宙艦隊司令長官アレクサンドル・ビュコック大将との協力関係を築いたのである。こちらがそのビュコックですね。同盟はこの数年来の動乱で機動部隊の大半を失い、イゼルロン要塞に駐留するヤン艦隊を除けば現存するまとまった艦隊は第一艦隊だけとなっている。第一艦隊はプグルスリー司令官の統合作戦本部長就任に伴って、かつての第二艦隊司令官であったパエッタ中将の指揮下に移されている。このパエッタはですね、アスターテの時のヤンの上官ですね。すでに説明があった通り、同盟軍の宇宙艦隊は、ほぼ戦力を失っているという状況の中ですね、各星系の警備隊や星間パトロールに所属する重装備の艦艇などが集結、かき集められ、数だけは2万に達していたということになっています。一方こちらはフェザーンですね。前回ステージの中で語られていたユリアンは駐在武官としてフェザーンに今赴任中ですからね。宇宙暦799年、帝国暦490年1月20日、ベザーンに進駐したラインハルトのもとに、ロイエンタール上級大将がイゼルロン要塞を落としたとの報告が入った。これは前回のステージの最後、ヤンが撤退するに伴ってロイエンタールがイゼルロン要塞を接収という形で得た、その報告だと思います。
1月30日、帝国遠征軍はポレビト聖域において合流。エザンに陸戦用意の半ばを残留させたものの、その総数は戦闘用艦艇11万、支援用艦艇4万、将兵1660万に達した。同盟軍のそれに対して圧倒的ですね。しかも帝国軍の各提督たちはラインハルトがえりすぐった精鋭中の精鋭たちですからね、まあ、誰一人とっても凡将と言えるような能力の提督はいない。みんな非凡な提督たちですよね。戦端はこうして半ば無秩序に開かれた。なんてマリオ世紀海戦の始まりですね。同盟軍艦隊はその後わずか3時間で8割を超える損失率を出すに至る。ヤン艦隊到着ですね。では作戦です。
ランテンマリオ聖域にて味方と交戦中の帝国軍艦隊を発見。後方より攻撃を開始します。続いて勝利条件の確認です。帝国艦隊の撃破、あるいは戦果ポイント2万5千の獲得。ゲーム時間は30分になります。まあ、敵の方が艦隊の数多いですが、ヤンの艦隊は幸いにも敵の後ろから侵入できるマップになっているようなので、このね、戦術的優位性をうまく利用したいと思います。さあ、では、ヤン艦隊の編成をしていきましょう。参謀には例によって、ラップを入れます。で、左翼シェーンコップではなくて、ここはですね、士気の回復ができる、パトリチェフに変えましょう。右翼の司令官はアッテンボローです。続いて艦隊の編成面ですが、空母をあえて外しました。その代わりにミサイル艦と巡航艦を配備して、駆逐艦も排除。あくまでも中長距離からの攻撃、これに徹しようと思います。では、これで出撃です。まあ、駆逐艦もですね、空母も接近戦が、まあ、主な任務になりますので、これを排して、あくまでも中長距離からのアウトレージ攻撃、これを中心に、作戦を組み立てていきたいと思います。スパルタニアはね、最低の数にはなりますが、戦艦にも搭載してありますので、最悪、防空が必要な場合には、スパルタニアを防空に使っていきましょう。では、回線です。すぐ、現場に急行するところから始めます。リハーサルやったんですけども、クリアがちょっとできなかったですね。帝国軍が、さすがに強すぎますね。味方の方は、ビューコックとパエッタ以外に、モートンとカルセンがいるんですけども、このモートンとカルセンの艦隊は、まあ、反抗艦隊程度。まあ、反抗艦隊以下と言っていいと思うんですけど、大した戦力ではないので、まあ、ビューコックとパエッタの艦隊が頼みということになるんですけども、なかなかね、やっぱり帝国軍の艦隊の数が多すぎて、歯が立たないというところでしたね。なので、まあ、ちょっと今回ミサイル強化持ってきてはいるんですけども、まあ、出し惜しみせずにミサイルは、撃てるタイミングが来たらどんどん撃っていくというところでですね、ちょっと考えておきたいと思います。なので常にミサイルの照準を合わせておきましょう。いきなりですが撃っちゃいます。これ三玉屋にね、今側面からミサイル攻撃中ですね。直撃してくれてればある程度ダメージ取れると思います。だいぶ削れたんじゃないかな。今幸いビューコックとうまく連携できれば、ここにビュッテンフィルトをダメージ取れそうな局面来てるので、ビュッテンフィルトに対してアッテンボローの主砲3連星車発動して、型をつけに行きたいですね。ビュッテンフィルトの艦隊に対して今ビューコックとヤンで総攻撃中というところですね。ビュッテンフィルトを撃破できたと思います。まあほぼ壊滅状態というところなので、標的をここで三玉屋に変えます。さあ、三玉屋がミサイル正射しているこの隙に三玉屋の船体に向けて突入していきましょう。まあ、序盤できるだけ数を減らしたいという意図がありますので、ちょっとでも目的の数削れるタイミングくればね、削っていくというところですね。三玉屋撃破です。そしたらこのままですね、ミュラーの艦隊の方向に向かうか、それともラインハルトと相対するか、ちょっと悩ましいところですが、パエッタが撃破されたか、ちょっと早かったな。となるとちょっとビューコックの艦隊と行動を共にしたいところですけども、先にミュラーの艦隊の撃破に向かいましょう。さあ、ミュラーの艦隊がこちらを向き直ってきましたので、そうするとモートンの艦隊とね、うまく連携しながら攻撃を当てていくというシチュエーションになりそうですね。ミュラーが後ろを向きかけそうな気配あるので、ここもうミサイル強化使います。ミサイル強化使ってミサイル撃っていきましょう。後ろからミュラーの艦隊にミサイル直撃弾取れればミサイル撃ちましょう。直撃できれば大きい。後ろから直撃させることができましたね。
これは大きいな。ミュラーの艦隊、ほぼ壊滅させることができれば、この後は、ビュコックの救援に向かえますからね。ミサイルはあと一発残ってます。この残っているミサイル一発は、ラップのミサイル強化と一緒に使いましょう。ミュラーも撃破できましたね。まあ、味方の被害も甚大というところで、ここで同盟側のイベントですね。ここはビュコックが自決しようとするのをチュンが止めるというシーンです。この後、ヤンの艦隊はビュコックの元に急いで戻りましょう。ミュラーの艦隊はもう撃破、あるいはもう撃破寸前というところで放っておいてもいいかなというところですね。さあ、では残り戦果ポイントもうちょっとでね到達できるというところまで来てますので、ラップのミサイル強化が打てるタイミングが来るまでちょっと我慢しましょうね。カールセンが撃破されましたね。これちょっともう待ってられないな。ミサイル打てるタイミング来たらもう撃っちゃいますか。でもできれば最大のね戦果取りたいので、敵が団子になってるところにミサイルをやっぱ撃ち込みたいんですよね。敵が団子になってるそこにミサイルを撃っていきたい。ここだな。ここでミサイル撃っちゃいましょう。本当だったらね、ミサイル強化使ってるところで、使いたいところだったんですけどね。ただだいぶミサイル当てているので、これで戦果ポイント到達できそうですね。勝利ポイント到達しています。リハーサルではうまくいかなかったんですが、ミサイルでミタマヤ、さらにミュラー、これ撃破できたのと、ビュコックと連携してビュッテンフェルトも撃破できたし、最後ミサイルはね敵の艦隊が集中しているところに撃ち込めたので戦果ポイント到達できたというところでしょうか。ユリアンの帰還ですね。
では、クリアランク確認していきましょう。クリアランク S。久しぶりにクリアランク取れましたね。まあ、とにかく今回味方の損害が少なく戦果最大ということで、だいぶリハーサルとは違う展開に持ち込めたのが嬉しかったですね。リハーサルはボロボロでしたからね。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。